皆さん、もうすぐ20代終わりますけど、やり残したことありませんか？唯一あるんだよね、一個だけ。借金の返済。俺がさ、その借金を作ったのは、有名になるって東京にいきなり何も持たずに出てきて、エキストラ事務所に所属したのよ。その時所属する条件が、レッスンに通わなくちゃいけない、2年間。そのレッスン費が65万円。終わりに65万円借金して、まあ実際入るようになったんだけど、まあ2年間のうち、レッスン通ったのは結局1年だけ。中1のレッスンだったんだけど、そんなに意味のないもので、仕事も本当に全然振ってくれないし、3回ぐらいかな、数えるだけ。しかなくて、しかもエキストラの仕事だからさ、俺って俺にやりたいことと違うなっていうのがあって、でもさ、所属したからさ、その部署に所属してるってだけで俺はもう芸能人になったんだって勘違いしてたのよ。なんか安心感があったの、それで。あとすごいひどい話を聞いたのが、担当の人が所属させたら65万円の中から7万円バックがあるみたいな。まあでも芸能界あるらしい、こういうのって、だから夢をね、食い物をするめっちゃあるからさ、東京知らなくて俺はそんなの。でそれで親にもうそこで返したくて、そのお金を、アルバイトめっちゃしてすぐ貯めて返したのよ、親に。そしたら親がそれは受け取らないって言って受け取ってくれなくて、あんたが有名になってからそのお金で返してよって。待って、やば。それでもう俺もじゃあ有名になって絶対返そうって決めてて、やっと今日返してるからまあそんな有名とかじゃないかもしれんけど、でも少なからず前よりはできるようになったからさ、だから最終日20代最後にやることはもうこれって決めてたから、はい、100万円。うん。ちょっと増やしてね。うん。振り込んで。これ以上振り込んだら贈与税かかるからさ。まあ、過去の自分にも決着つけて、これからもっと有名になってね、もっといっぱい仕送りしてやるから。もっとね。30歳になるぞ。母ちゃん、産んでくれてありがとう。父ちゃん、手伝ってくれてありがとう。